カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今回のヒカクラは、私はエメラルドを取り返すのだの回です。というのもね、前回新しいエンチャントをね、ゲットするためにエメラルドをね、村人との取引で380個ぐらい使ってしまったので、エメラルドが底をつきそうになったので、今日は本気でエメラルドを取りに行きたいと思います。で、僕下準備しました。いきますよ、ご覧あれ。ダダンダンダダンダダンダンダダンダダンダダン、どうでしょうか。はい、実はね、さっきね、1時間2時間ぐらいかけて畑を、かなり拡大しました。以前からね、フェンスはこう拡大してあったんですけど、畑自体は拡大してなくて、このサトウキビと畑ですね、多分両方とも 3,4 倍のでかさにしました。もう植えるのだけでめっちゃ時間かかったんですけど、今日はね、このサトウキビと小麦全部取って、まあ小麦は農民とね取引できて、サトウキビは、紙にしてから、司書さんと交換すると、どっちもエメラルドと交換できるんで、この新しくね、大きくなった畑の小麦とサトウキビを全部取って交換すると、エメラルド何個分くらいになるのか、試してみたいと思います。あと実はですね、他にもご報告がありまして、こっち見るとわかるんですけど、あれあれあれ羊が全部白い。はい、これにも訳があってですね、今まで僕全然知らなかったんですけど、茶色い村人で羊飼いっていう村人がいて、その村人は羊毛とエメラルド交換してくれるんですけど、なんかね、白い羊毛じゃないと交換してくれないっぽかったので、もうね、ちょっともったいないんですけど、とりあえず一回全部白い羊にしました。もう骨粉でパーって全部真っ白にして、あの羊の毛も全部買って、それも含めて本気でいきたいと思います。ああ、村人、村人、小麦を取るな取っちゃうんですよね、これ。まあまあいいでしょう、全部は取らないと思うんで。で、小麦がまだ育ちきってないんで、サトウキビと、羊の毛から取っていきたいと思います。ねえ、すごいたくさん取れるといいんだけど。おお、今日も大電クリーパータワーそびえ立っております。しばらくね、もちろん行ってないけど。さあ行きましょう。まずはじゃあサトウキビ取りましょうかね。ね、松明どうやって置こうかなと思って、こういう風にしたんですよね。この土ブロックの下にもう一列ガーって水があるんですけど、その上にこう土ブロックを置いて、こういう風に、松明を置いて湧き潰ししてる感じです。そう、一回クリーパー出現して危なかったんですけど、これ一番下は残しといて、上の2段ですね。いきます。はぁーたたたたたた。あ、水もなくて刈りやすい、めっちゃ刈りやすい、これいいわ。そう、以前はね、水、サトウキビ、水、サトウキビってなってたんですけど、よく考えるとね、こう、2列にできるんですよね。両サイドに水があればできるんで、かなりの量を取れるんじゃないかと思います。はっ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 は。あっはっはっは。でも、サトウキビは上2段だけ取れば、植えなくていいから、めちゃめちゃ効率がいいんですよね。そう、紙のね、コストは高いかもしれないけど、そもそも植える必要がない。小麦もまあ、村人にやってもらえばいいんですけど、まあ、それよりもね、サトウキビの方がなんか、いい気がしますよね。待って、これ結構すごい量取れる気がするぞ。ちょっと待って。あれ？ちょ待って。なんか持ってやってて壊れたっぽい。なんか持ってた？まあいいや。まあ、取り残したやつは後でちゃんと全部拾います。これがエメラルドになるのだ。はい、全部取り終えました。ちょうど夜だから寝ますかね。うおー、すごい。いいね。バッチリ枯れてる。どれくらいになったのか。せーの。ほい。うおー！すげえ！一発でこれ！素晴らしい。あ、小麦もいい感じで育ってきてる。ちょっと一回寝ますね、怖いんで。いや、素晴らしい。村人がちょっと小麦取っちゃってる。もったいね。まあ、ただ今後植えてもらえるからね。あんま文句言いません。はい、おやすみなさい。で、ちょっと、サトウキビは全部もう紙にしちゃいます。かさばるので。はい、これ紙にするだけでも大変だぞ、これ。うわ、結構すごい量になるじゃん、これ。ただね、30枚で1個とかだからね、エメラルド。結構すぐなくなっちゃうわ。ただこれね、気づいた時すぐ取って毎回交換してたら、結構こうすぐエメラルドをいっぱいゲットできるんではないでしょうかね。あれ待って、そもそもあれか、サトウキビから紙にしても十分かさばるのか。減るわけじゃないんだ。うわ、すげえ、一回の収穫でこの量の紙になりました。やば。ちょっと空っぽのチェストに預けておきましょう。後でね、全部一気に交換するから。オッケー。
さあそして次は羊狩りだぜ。全部買ったるわ。あ、そうだ、あとそれね、一つ嬉しいお知らせ。さっきですね、あの羊を全部白く染めようと思って、さあ染めるぞって言ったらね、確かね、どこだったっけな、ここ、そう、この2個目の左のここになぜかね、スケルトンホース4体入ってたんですよ。だから多分知らないうちにここに雷が落ちて生まれたっぽくて、そう、以前僕が捕まえたのと別でってことです。で、全部ここにまとめたんですけど、これ8頭になりました。いるよね、ちゃんとね、1、2、3、4、5、6、7、8、いますね。はい、というご報告でした。それでは買っていきます。多分ハサミはね、一回壊れるんで多めに持ってきました。で、これね、アップデートしてからね、こう何、この羊の中とかこうやって突き進みづらくなったんですよ、なんかぶつかる感じで。だからちょっと大変なんですけど、うー、頑張ります。そう、さりげなくね、こう羊毛もなかなか取引のコストいいんですよね。ただね、これ以上羊増やすとまた重くなっちゃうんだよね、パソコンが。何せこの牧場家から近いから、こうやって周りをこう歩きながら行くのがね、早いんですよ。そう、なんか歩きづらくてね、できるだけちゃんと全部取りたいんだけど、すぐ草食べてまた毛が復活するんで、まあまあまあ、だいたい全部取れれば OK かなって感じ。羊もちょっとだけ増やしたんで、またね、この前小麦で、ロロロロロ、動けない動けない、ほんとこれアップデートしてね、歩きづらくなっちゃってね。そう、まあよりリアルになった感じですな。ファイ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 フ、ほんとこれ出れなくなるよ。羊ループと呼ぼう、これを。はい、次ここ。お、いっぱいいるな。あ、べべ、出んな、出んな、出んな。あ、出てっちゃった、貯金。ここ多いな。あー、もうこれやめてやめて。ほら、もうさっき切ったところ、毛が復活してるんですよね。そう、ただそれやってると切れないから。これ一瞬で全部切るとかできないのかな、ほんとに。あー、こんくらいの量が一番刈りやすいわ。ちょっとスカスカって感じの方がいいね、これ。あー、ほらほら、すごい刈りやすい。動けるしね、ちょっとスペースがあって。効率いいかもね。増やしすぎは良くないということはなんとなく今分かった。これ羊の毛刈るだけで一日終わりそう。まだ半分来てないよね、これ。めっちゃ時間かかる、これ。いや、これ普段なんか好きな音楽でも聴きながらやりたいね、この作業。さ、ラストでございます。いやー、ようやく来たぜ。待たせたなー。よっしゃー。OK。これで OK だろう。はい、さあどれくらい取れたでしょうかね、見てみましょう。せーの、ふっ、うおー、すげえ、1回ですよ、1回全部買って、それもね、受けんのがね、もう復活してるんですよ、ほら。もう草食べで復活してるんで、正直ほぼ無限ループで枯れるって感じですね。お、小麦も大体育ったね。村人が取っちゃうんで、まあこれくらいでもう1回ガーッと買っちゃいますか。ちょうど夜だ。羊の毛を買って1日終わっちゃったよ。よっこいしょ。さあ、これも預けておきましょう。ちょっとね、この何も入ってないチェストに。うわ、すごい、素晴らしい。ただ3日かかっちゃってっけどね、これ。おやすみー。それでは、3日目、小麦を取ってトレードに行きましょう。めっちゃすごい量になりそう。さあ、行くぞ。うわ、すごいな、素晴らしい畑だ。うわ、もう朝一から畑仕事してるわ。さすがおじいちゃん。おじいちゃんかは分かりません。はい、行きましょう。ほらら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 、もういや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 、とってもとっても変ないぞ、これ。すごい量だ。これが全てエメラルドになると思うとワクワクするぜ。必殺技やっていいですか。必殺技いきます。せーの、うわー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 、こうやった方が早かったね。わざわざ綺麗に取る必要ないんだ。すげえ早い、すごい早い。うわ、これだけ取ってもまだある。ちょっと待って、これやばくない、この量。っていうか、もう3倍4倍のでかさっていうレベルじゃないね、これ多分10倍ぐらいでかくなってるね、これ多分。ん、もう持ててなくない。うわ、種だ。こんなこともあろうかと、ここにチェストがあるんですな。ここには種を入れるために、はい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 、小麦だけでいいんです。よくしょ。さあ、もうちょい。うわ、もう植えてる、もう植えてる。村人さん偉い、仕事が早いね。さすが、さすが農民さん。
村人ってこのデカさ全部植えてくれるんですかね、種さえ与えればね。ちょっと遠くなるとやってくんないとかやっぱありそうな気はするんですけどね。全部やってくれたらマジで助かるんだけどな。よし、もうちょいだ。ほとんど枯れた。それもね、こう買ってるうちにまた成長するからさ、またこれ無限ループ入ってくるんですよ。よし、全部取れたんじゃない。はい、オッケーでございます。せーの、ういっ。おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、結構な量だ。さあ、それでは、あっちのね村にトレードに行きたいと思います。さあ、がっつり持っていきます。うわ、ってか全部持てないなこれ。とりあえずいらないもん全部預けて、がっつり持ってこう、必要なもんだけ。いいんだいいんだいいんだ、並び順どうでもいいんだ。全部でどれくらい手に入るかってことを知りたいだけなんだ。うわ、これ全部持てないんじゃないこれ。うわ、持てない。まさかの紙が持てないので、もう一回取りに来てやりたいと思います。さあ、行こう行こう。まずは、羊飼いさんだね。羊飼いさんいるかな。家にもいるんだよね、羊飼いさん。さあ、羊飼いさん、羊飼いさんですか。農民、あ、農民がいた。よし、行きましょう。19個でこれいけんだ。2個で、え、ちょっと待って。はぁ、くるくるパー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 。うわ、くるくるパーなんない。村の農民行きましょうか。村の方が多分まだ取引してない農民とか、茶色おっちゃんがいっぱいいるんで。茶色いおっちゃんが。さあ、取引に来たぞよ。あ、紙、師匠いた。師匠、行くぜ。おら、わ、32も使うんだ、この人。いやー、すごいな。くるくるパー起きるよね。オッケー、くるくるパー。そう、これコスト低い人と高い人いるんだよね。30の人も確かいたと思うんですけど、まあまあ、そこまで変わんないからね。はい。ちょっと他の人も見てみよっか。今の人は32。あ、26が、うわ、もったいな。これは何回もやってくると差が出てね、もう一個分もらえたりするからね。最初からこの人でやればよかった。で、紙は今もうなくなっちゃったんで、もう一回行きましょう。今の時点で18個。早い。めちゃめちゃ早い。さあ、茶色い人、茶色い人。そう、この村ね、ちょっと茶色い人不足なんですよね。全部なんか役職系の人が多くて。お、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 お。よいしょ。あー、釣り人。さあ、羊飼いの人いる？あ、あなたは。あー、4も置いちゃった。あー、4も置いちゃった。あ、いた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 。よし、ガンガン行こう。20個で、交換してくれるね、この人は。はい、オッケー。返してもらいますよ。いや、非常にいい。はい、次行こう。ガンガン交換していきます。はい。でさ、たまにね、こう、エメラルドをね、一回交換しないと、もう一回交換できなくなっちゃったりするんですけど、とりあえずはみんな、こう、あんまりトレードしてない村人を探して、エメラルドを使わないようにしていきたいと思います。うわ、17でいけんじゃん。ちゃんと見た方がいいな、これ。え、声が20になってんだけど。オッケー、まだいける、まだいける。やっぱり羊毛いいな。結構いける、結構いける、これ。一人で結構いける。すげえ、もう48個。やべ、50個。え、これ結構あれだね。385個で取り返すの結構たやすいかもしんない。やっぱりね、これ羊飼いのコストがいいね。牧場が大きければ、あれ勝手に毛が生えてくれるし、小麦よりコストがいいかもしんないね。まあ、時間的コストってやつですね。よいしょ。まあ、あと、自動収穫機とかある人はまた別かもしれないんですけど、小麦って自動で植えられるシステムとかあるんですかね。そう、植える時間が一番かかると思うので。はい、羊毛使い切ったね。すげえ、この時点で70個だ、エメラルド。やば。あとは、取引内容がいい農民を探しましょう。農民いないな。あなたは、あ、いたいたいた、19。これでいこう。はい、エメラルドをもらわなくても取引してくれる人いる？条件のいい農民はいますか？はい、あ、20、この人でいいや。はい、行きましょう行きましょう。いやー、農民優しいな。こんな小麦でエメラルドくれるってもう夢のような話だよね。現実世界で言ったらもうね、何トンの小麦あげたらくれるんだっていうね。よいしょ。お、すごいすごい。消費も早いけど、もらえる量もいいよ。100個、もう100個ぐらいいくんじゃない、そろそろ。あなたは、あ、いた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 。くるくるパー、くるくるパー、起きるよね。あ、よし、来た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 。早い早い。よし。オッケー。100個超えた。で、あと家にちょっと残ってる紙を取ってきます。やべえ。お、
それも村人まあまあ植えてくれてる。ここくらいまでなのかな、植えてくれんの。こんくらいまでか。あれより奥植えてくんないのかな。まあでも半分植えてもらえるだけでもだいぶ楽だけどね。さ、紙を持っていきましょう。紙結構あるもん、紙も。さ、条件のいいおっちゃんはいるかい。この屋上にいる人かな、この人。はい、あ、違う。あ降りれないおっちゃん持ち上げてくる。おっちゃん式エレベーターにゅるーって出てくる。おっちゃん式エレベーターいいね、これね。降ろしてくれ。降りさして、降りさして、降りさして、降りたいんですなんだ、どっか行った、どっか行った。おっちゃんのもういたずら好きだな。あ、25、この人でいっか。行きましょう。ほら、はい、いいよ、ラストラストラストスパートだよ。はい、はぁ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 、ラスト取引だ。おら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 、素晴らしい。おっちゃんのパフォーマンスは素晴らしいよ。よし、しました、オッケー、完了。というわけで、これすごくない？123個かな、エメラルドね。一応僕の村の、畑、そして羊の1回分のね、収穫量を交換するとエメラルドは120個くらい取れるということが分かりました。できるだけね、エメラルドを村人のあのダイヤの剣とかダイヤのツルハシとかそっち系と交換したり、まあ、また新エンチャント探したりとかね、やっぱり村人との取引はめちゃくちゃこう得することが多いので、大切にエメラルドはね、使っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回のヒカクラでお会いしましょう。バーイ。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。